失われた風景、中村隆之。昭和20年7月28日の夕方、豆を持って松本に行ってろ。父の命令で、当時小学校3年生だった私は、一つ年上の姉と一緒に、その日配給になった豆を持って松本に出かけた。家は当時から今の堤町にあったが、戦局が怪しくなってきたので、何かあったら松森の知人の農家に疎開することになっていたのである。その頃の松森は、畑と樹木が豊かで、農家が点在する静かなところであった。そして、現在の青森放送から800メートルほど川に沿って山手に行ったところに、私たちが疎開する農家があった。空襲予告のビラが巻かれたとの噂は流れていたものの、私たちは信じていなかったし、まさか青森が空襲されるようなことはなかろうと高をくくっていた向きがあった。しかし父が私たちを疎開させたのは、あるいは不吉な予感があったのかもしれない。その夜、疎開先の農家で眠っていたら突然起こされた。空襲だから防空壕に入れと言われ、サイレンが鳴り響く中を慌てて壕に入った。中には10人ぐらい息を殺してうずくまっていた。飛行機の爆音が壕の中まで響いてくる。みんなは無言である。しばらく会って、今日はまたやたらと長えな、誰かがつぶやいた。その時、防空壕の扉をどんどん叩きながら、早く出ろと声が聞こえる。空襲の真っ最中に出るとは何事だ。壕の中では誰かがブツブツ言って、とにかく誰か出てみろということで扉が開けられ、外の人と言葉を交わしている。空が真っ赤だぞ。その声でみんなが壕を飛び出した。鉄を引き裂くような不気味な音が空を包み、まるで花火のように美しい線を描いて焼夷弾が落ちてくる。そして街は炎で覆われていた。悪夢とは思えない豪華な絵巻物を見るような思いである。川岸からはもっとよく見えるはずだ。駒込川に走った。みんなと一緒に走った。飛行機の爆音、サイレン、建物が弾け、すさまじく燃え盛る火の音、大砲の音、それが一つになって、そばの人の話し声も聞こえないぐらいの騒音である。町の方向から吹きつける熱風で、顔が熱い。顔に焼夷弾が落ちたのか、大きな水柱が立った。みんなは母屋の方に行ってしまったので、急いで後を追った。こんな場合には人が多くいるところが落ち着くもので、一人でいると不安でたまらない。心理状態は誰も同じと見えて、不安を隠しきれずに集まってきてガヤガヤと話をしている。その中に両親の顔を見つけた時には、本当に安堵の胸をなで下ろした。両親と一緒に堤の家に残っていた一つ年下の弟も無事だった。父の話ではもう少し逃げるのが遅くなったらどうなっていたかわからないところだったとか。まずはお互いの幸運を喜び合った。頭に何か落ちてくると危ないから布団や毛布をかぶった。そんな格好であっちこっちと徘徊している様子は、平和な現在では想像を絶する光景であった。前の道路が騒がしくなってきた。ポンプ車を引っ張った消防団の人たちや、鉄砲や灰のを背負った兵隊さんたちが隊列を組みながら山に向かって行進していく。市内が燃えているのに消防団の人たちが逃げていく。敵機が我が上空で暴れ回っているのに、兵隊さんたちが山に退去していく。本来
こういう時にこそその務めを果たさなければならない立場の人たちがと子供心にも不思議に思った。堤の家がどうなっているだろうか。明日は早く見に行かなければならないと思いながら床に入った。昨夜興奮したためか翌朝まだ暗いうちから目が覚めて外へ出て道路端で佇っていた。朝もやが立ち込め辺り一面白っぽい景色である。被災者たちがもやの中に浮かんでいた。浮浪者のような格好で荷物に押しつぶさされそうになりながら重い足取りで山の方に歩いていく。中には負傷した人もいるようで助けられながら歩いている人もいる。朝食も心配と期待とで無言で出かけた。市内に近づくにつれてきな臭い匂いが鼻をつきだんだん緊張してきた。現在のリバービルの裏の道を隔てた一角、現存する石岡酒店の並びが残っていた。我が家も助かったのかもと思ったが、そこを通り過ぎてがっかりした。一面焼け野原であった。あちこちがまだくすぶっている。燃え残り火が残っているところもあり、暑かった。焼け残った土蔵がぽつりぽつり見えるが、それ以外の建物はなく、遠くまで見通しが効いた。堤橋の上からは青森駅のあたりが見えるほどであった。一夜のうちに全く変わってしまった町の様子に狐につままれたような感じであったし、国道や横道の道路端にはむしろをかけた死体がところどころにあって気持ちが悪かった。家の近所の藤田呉服店の二人の娘さんが亡くなったという話を聞いた。勤労奉仕で工場に働きに行っていたが、たまたま休暇で実家に帰ってきての不幸であった。運の悪い人だ、死ぬために帰ってきたようなものだなどと話し合っていた。ボール爆弾とかで手足や胴が切断されたということである。一緒に遊んだこともあっただけに強いショックであった。家が焼け失せたようにその頃よく遊んだ友達もどこへ行ったのかどうなったのか幻のように消え失せてしまった。そして38年戦前の風景はどこにも残っていない。